こんにちはフランスガイドの中村です今回の動画ではどのようにすれば無駄な時間をかけることなくルーブル美術館に入場できるかを4つのポイントでまとめました。ぜひ最後までご覧ください。さあでは早速いきましょう。ポイントを紹介します。まず1つ目、ルーブル美術館公式サイトでチケットを購入する。2番目、訪問者が少ない時間帯を狙う。3番、入場口を把握する。 そして4番旅行会社が再興しているオプショナルツアーに参加するはいこの4つですというわけで早速始めていくんですけども1番公式サイトでチケットを購入するはいこれがですね一番重要なことなんですよというのもルーブル美術館空いている時だったら当日券って売ってるんですが混んでいる時だったら入場して窓口で 当日券くださいと言ってもですねね今日販売していいませんんという可能性があるでです、ね、ですから、チケットを買っていなければ、どんなに並んでも中に入って見学することはできない可能性があるということなんです。ですから、公式サイトで必ずチケットを買いましょうということなんですね。じゃあ、その公式サイトってどうやっていくのかっていうと、もちろん Google かなんかでね、あの ルーブル美術館って日本語で打っていただくとルーブル美術館公式サイトっていうのが出てきます。はい。それのね、トップページがこんな感じですよ。これ今一応日本語なんですけども、あのこのサイトのね、一番右上です。赤いところでセレクトランゲージっていうふうにありますよね。ここで英語とかフランス語とか他の言語で日本語も選ぶことができて、日本語で設定すると、まあこのページなんですよ。まあこの一番初めの写真は違う可能性ありますよ。 だいいた日本語で検索して日本語のページから入ると大体このページ行くと思うんですがチケットを買うのはすぐその下にある赤いところチケットを購入するという赤いボタンがありますねはいここをクリックしますそうすると日本語だとね英語のとこになっちゃうんですよこのチケットを買うページっていうのはフランス語か英語しかなくてあの日本語のページにから行くとどうしても英語になってしまうんですがまあ簡単ですよまあウェルカムってね書いてあって チケットの種類っていうのがバーって出てくるわけなんですが、一番上ですね、まあ、ここではあのモナリザの写真が、絵がここに入っていますが、うん、インジベルチケット・フォー・ザ・ミュージアム、美術館のための個人入場チケットって書いてありますよね、はい。ここをクリックしてください。そうするとね、行きたい日を選んでくださいな、何時に入りたいですか、まあ、どんどん選んでくださいっていうの項目が出てきてで、その後は何人で入りたいんですか。 で、行く人の名前入れてください。まあ、そういうふうにですね、まあ、ずっと指示に従っていくことになります。まあ、それで、まあ、あの最後、クレジットカードの番号を入れて、でまあ、購入ということになります。まあ、購入をしたらですね、まあ、携帯に入れるか、あるいは印刷して必ずお持ちくださいねというふうになっているんで、あのまあ、どちらかでいいんですけども、まあね、当日携帯盗まれるかもしれないし、あるいはあの、の 何時に入場するかを選択ってありますけどね、まあ、これで例えば何時何時っていうふうに指定するわけですね。でその指定した時間が、いわゆる優先口を活用できる時間になります。ですから、もしそこから遅れてしまったら、優先口から入る権利なくなってしまいますね。だたいね、30分遅れてしまうと、優先口から入れ,な入れてもらえなくなるということになりますので、まあ、この時間ね、守るようにしてくださいと。 まあただし、チケットを買ってくださいって言っても、買う時間なかったと。急遽行きたくなってしまったと。そういう時きは、どうすればいいんだということなんですけども、まあ、それでもですね、リスクがあるけども、行きたいんであれば、じゃあ、次のポイントですね。訪問者が少ない時間帯を狙ったらどうでしょうかっていうことです。これね、まず結論から言ってしまいますとね、水曜日、金曜日の夜間が一番人が少ないですよ。 ということになりますこれどういうことかというとルーブルが空いているのがまずは火曜日は空いていないですから火曜日以外の朝9時から夕方6時までです、うん、水曜日と金曜日のみは朝9時から夜の9時45分までやってるんですよまあね9時45分までやってるとかねまああのそれ以外の日だったら6時までやってるって言いますけども ルーブル、とにかく巨大な美術館なんで、まあ、閉めるのにも時間がかかるわけですよ。はい、みんな出てってくださいねって言って、もう一瞬で出ていけるような場所ではないわけなんですね。ですからね、だいたい30分ぐらい前から、はい、もうそろそろ閉めますんで、ここから先は行かないでくださいというふうに、いわゆる追い出しが始まります。ですから、まあ、普通の日であれば、まあ、火曜日以外のですね、か水、金以外であれば、だいたい5時半待ったら、もう見学できなくなっていくと。 で、水曜日、金曜日だったら、だいたい9時ぐらいかな、9時15分ぐらいになってくると、もうここから先行けません、もう出口の方行ってくださいというふうに言われ始めるということですね。ただね、あの、夕方6時以降がやっぱりおすすめで、まあ、それでも9時15分ぐらいまでは、ま3時間丸々見ることができるということですね。で、チケット持ってなかったら、夜間を狙ってくださいと。で、さらに夜間を狙って、 さらにその夜間の時間指定のチケットを持っていれば、これ確実に並ぶことなく入場できるでしょうと。まあそういうふうに言うことができますと。で、これからじゃあ何をするかっていうと、実はここで終わりではないですね。なぜかっていうと、ルーブルっていうのはものすごく巨大です。巨大なんで、その入り口も複数あるんですよ。一つだと思ったらお間違いなんですね。 うん、でその入り口を把握しなければチケットを買ったとしても並ぶ可能性ありますよっていう話をこれからしていきたいと思います。はい、ルーブルの入り口は非常に複雑なんだということをですねちなみにですねルーブルの美術館今まであの入り口っていう話をしてきましたが実は入り口にも2種類ありまして1つはセキュリティチェックです。 これ何かっていうと、カバンの中に危険なもの入ってないかとか、まあ、ナイフとかピストルとか、そういうの入ってないだろうな。うん、コート、あなた着てるけども、内ポケット、ダイナマイト入ってないだろうなとか、まあ、そういうことをチェックするのがセキュリティチェックですよね。あの飛行機乗る前にするのとああいう感じのものがルーブル美術館の中にもあります。このセキュリティチェックをするのが3か所あります。セキュリティチェックを通った後に、改めて美術館の中に入ると。でその 改めて美術館の中に入るときにチケットコントロールっていう入り口が3カ所これもあるんですね、うん。じゃあね、ルーブル美術館入るのものすごく並んだよっていう声をたまに聞きますが、じゃあその人はセキュリティチェックで並んだのか、それともチケットコントロールで並んだのか、どちらかなのかというとですね、これね、並ぶのはセキュリティチェックなんですよ。チケットコントロールっていうのはまず並ばない。あのチケットバーコードピッてやるだけなんでね。 セキュリティチェックはカバンの中見せろとかね、カバンを機械の中通せとか、コートの中見せろとかね、そういうふうに言われるんで、そこは時間かかるんです。ですから、セキュリティチェックをいかに並ばないようにしてクリアするか。これがですね、ルーブル美術館に入るにあたって並ばないための非常に重要なポイントになってくるんだっていうことですね。じゃあね、先ほどセキュリティチェック3カ所あるって書いてありましたが、 じゃあ、どのセキュリティチェックから入ればいいのかっていうこと。これを説明しますよ。これ結論から言ってしまうと、時間指定のチケットを買った人は、リシュリューの優先口から入ってくださいね。はい。リシュリューの優先口から入ってくださいということです。以上っていう感じなんですが、リシュリューの優先口どこだよってね、話になるんで、セキュリティチェックの3箇所、これから説明していく。 いいいきたいと思います、はい、でセキュリティチェックの場所なんですがね、それがね、あのこの地図に書いてあります。これは、えーと、セキュリティチェックを通りました、その後に主要エントランスがあります。で、そのカウンターにずらーっとですね、館内マップっていうのが無料で取れる館内マップが並んでいるんですが、その日本語バージョンです。英語とかフランス語とかいろんな色違いの言葉がありまして、日本語は 今回のバージョンだと黄色になってますね。館内マップって書いてあります。はい。はい、で、実際どういうセキュリティ,ィックの場所があるのかというと、まず1つ目ですね、それがここなんです。ピラミッドの中央入り口というところで、これ一番分かりやすいとこですね。一番分かりやすくて、ここの入り口には2種類の入り口があって、チケットを持っている人。 あらかじめ買った人でもう一つがチケットも何も持っていない人この2種類の入り口があってそれぞれに列ができていますただしですねここは一番分かりやすい入り口なんですですからチケットを買った人も買わなかった人も、まあ、とりあえずみんなここ来るわけですよでチケットを買った人がここずらーっと並ぶわけですよねそうするとチケットを買ったにもかかわらず結構 ここうう長いいい列ががでできているっていうのがこのピラミッド中央入り口なんですもちろんねここが空いていればここから入ればいいんだけどもここ結構混んでいたっていう可能性もあるのでチケット買った方はここからは入らない方がいいんじゃないかっていうのがまあ私の経験上の考えですねじゃあ2つ目どこにあるのかっていうとそれがここなんです 今矢印が出たところカルーゼル入り口って書いてありますがここの入り口から下に入る入り口があって、まあ、地下に降りることができますで地下に降りるとそこにはショッピングセンターなんかがあって、まあ、買い物とかねあとフードコートなんでマクドナルドとかねあのスターバックスとかあったりするんだけどもそれずっとまっすぐ行くと こういうのね、逆さのピラミッドっていう場所に出るんですよ。で、ここから入ることもできる。ただし、ここはですね、ここも2種類の入り口っていうのがあって、1つは一般の方でチケットを持っていない方、チケットを持っていない人用の入り口、もう1つがプロのガイドに伴われたグループ用の入り口になってるんですよ。ですからね、 オンラインでチケットを買った人はここからは入れない。ここには個人客の優先口はないのだということが分かるわけですね。ですからね、あのチケット持ってないんだったらここ並んでもいいけども、もしあらかじめサイトでチケットを買ったんだったら、ここには並んではいけない。というのは、個人用のチケットを買った人用の優先口はここにはないから。 でね、ここでね、あのチケットを見せようとするとね、あのピラミッドの方に行けって言って、あのピラミッド中央入り口の方に行けって言われたりし,してますよ、はい。はい。じゃあもう一個どこかっていうと、はい、ここに今矢印出ましたが、これがね、パッサージュリシュリューっていう風に書いてあるところの入り口なんです、はい。これがリシュリューの入り口ということで、ここから入ってください。 で、これどこかっていうとね、この矢印のすぐ上に M っていうマークがあって、パレロワイヤルルーブル美術館駅と書いてあるんです。駅っていうことで、これ何かというと、地下鉄の駅なんですね。で、地下鉄の駅は確かにここにあって、これが最寄りです。ルーブル美術館の。ですからね、あのその地下鉄の出口から出て、まあ、そしたらですねあの、まさにここの広場に出まして、そのね、広場の写真がこれです。 そしてね、ここの入り口っていうのが、先ほどの地図で言うとここに入ることになりますね。はい。まあ、地下鉄から出てですね、まあ、そこから入って、そうしたらね、すぐ近くに入り口があります。で、そこは誰用の入り口かっていうと、チケットをあらかじめ買った個人客か、あるいはプロのガイドに伴われているグループの入り口です。で、それ優先口しかそこはないんで、まあ、ですからね、なんかそこ、 私たち並んでいいのかなって結構ね疑問に思う人たちっていうのがいてそこを素通りしてずっとそのまま中庭に入ってきてこのピラミッド中央入り口に並んでしまうっていうのが一般のお客様の取る行動なんですよね。 ですからねあの、このリシュリュの入り口っていうところに並んでいただくと、まあ、比較的並ばずに入る可能性が非常に高いということなんですね。はい。ということで、時間してチケットを買ったら、リシュリュの優先口から入りましょうということです。じゃあね、ここまでの流れをまとめましょう。まずは、公式サイトでチケットを購入しましょうね。混んでる時なんかここで買わなきゃ絶対入れませんよっていうことです。しかし、 直前で決めて、えー、チケットか買,え買えなかったと。じゃあ、そういう時はどうすればいいかって言ったら、じゃあ空いているところを狙いましょうね。水勤の夕方6時以降がいいんじゃないですかっていう話でした。で、チケットを買った人は必ず利州の入り口から入るといいですよということも申し上げましたと。でね、まあ、ここで一応。 あの補足なんですけどこのリシュリーの入り口っていうのはですね夜間閉まってしまう可能性があるんですよだいたい6時半ぐらいになるとねあのスタッフがどんどん帰り始めるんであの閉めていくんですよ3つあるうちの1個まずこのリシュリーというところを閉めるんですねですからまあ夜間入ろうと思っている方はあの基本並んでないのでガラスの,あのピラミッド中央入り,入り口から入ってもいいし あるいは逆さピラミッドのところから入ってもいいし、まあ、どっから入ってもどうも空いてますよという感じですね。はい。はい。ということで、ここまで話して皆さんどう思われたかということなんですが、あ、これだったら自分で行けそうだと、じゃチケット買ってあそこから入ろうって思う方もいらっしゃっただろうし、結構複雑だなと。 結構難しいぞ、これは、と思った方もいらっしゃるかもしれないと。でね、そういう方に関しては、こういう旅行会社が再興しているツアーに参加するっていうのも一つだよ。ということで、最後、そういう旅行会社が再興しているツアーに参加するっていうところのメリットとデメリット、この辺を説明して終わろうと思います。まずメリットなんですが、確実に時間通りに入荷できる。これ大きいですよ。グループで入ろうとすると、必ずプロのガイドっていうのが ついていてて、まあ、彼がどの入り口から入,る入ればいいかということはもちろん熟知しているしで彼らはですね団体券という団体チケットというものを持っていてそれ必ず時間指定になっています、うん、ですから例えば何時からツアー始めますよという時はその団体予約というのを最高会社旅行会社は必ず取得してますので、まあ、その時間だったら確実に入れると、まあ、もちろんですね当日あの スタッフたちが今日俺たち働かないってストライキー始めちゃうっていうね、フランスでそういうことが <laughs> 実はあり得るんですけども、まあそういうね、突発的な事件がない限り確実に時間通り入れると。ツアーのメリットの一つですね。で、あと、入った後ですね、ルーブルとにかく巨大なんです。まあ入るのに入館するのに時間がかかんなかったけども、中でめちゃくちゃ迷って、結局自分の見たかった作品見れなかったってことは、 これねザラにあることですよ。うん、ですからねあの、ガイドと一緒に行けば、まあ、彼らはやっぱりプロですよ。どういうふうにすれば効率よく有名作品を短時間で見ることができるかということはやっぱり熟知しておりますから、やっぱりルーブルの中で迷うことがないと。これはまあ一つのメリットとして言えることですねで。あとですね、ルーブル美術館みたいないわゆる国立美術館。 ここをガイドするときにはフランス政府が認定したガイド書ガイドライセンスを持っていなければ解説してはいけませんよという決まりがフランスにはあります。うん、でそのフランスライセンスフランスのガイドライセンスなんですがこれはねフランスの大学でまあフランスじゃなくてもいいのか大学で歴史美術史あるいは外国語これを 最低でも2年間学び、その後1年間のガイド学校、ガイドコースというところで1年間学ばなければならないということが決まっているんです。ということでね、ガイドライセンスを持っているという人は、最低でも3年間大学でそれに関することを学んでいるということなんですね。ですから、このような基礎知識、 専門知識がある人にやっぱり解説をしてもらいながら回るっていうのは非常に面白いことですよね。うん、やっぱりあのガイドと回ると今まで美術館に対して感じていたようなこととは全く違うような経験ができたっていうふうにまあ言っていただける方多いのでやっぱこういうところがガイドと回り大きなメリットの一つですね。はい、それ以外にもも,もちろんデメリットっていうのがありましてまず一つは費用がかかるっていうことですよね。 ルーブル美術館の入場料は今現在15ユーロですよ。まあ1800円ぐらいですかね。今のレートで言うと。今、2020年3月現在ですけども。で、あの、再三公式サイトでチケットを買ってくださいって言っておりますが、そこのサイトからチケットを買うと17ユーロです。サイトの使用料に2ユーロ取られてしまうんですね。まあけど、それも17ユーロですよ。 一方、こういう旅行会社が再興しているツアーに入ると、だいたい1人60ユーロ前後です。うん、<laughs> いわゆるコンサイといって、いろんな方があの参加するツアーでですね、根、は、菜、い、ツアーで、えー、60ユーロ前後です。まあ、そうするとね、1人につきたい40ユーロから50ユーロ、うんまあ、高くなるということですよね。うん 金額が時間通りに入れて中で迷わずそして解説もしてもらえるお金だっていうことですよ。だからそれを高いと思うか安いと思うかっていうところが個人で分かれるんじゃないかなっていうところですね。でその次が見学時間は最大で3時間しかありません。というのは先ほどねグループと入る時は団体券というものを使って入るっていうお話を。 申し上げましたが、そのね、団体券っていうのは三時間マックスって決まってるんですよ。ですから、ガイドと一緒に入ると、三時間以上見学することはできません。 実際に、ね、そのツアーに参加するのであれば、まあ、そのツアーを再行している会社のサイトに行ってそのツアーの詳細を見てみるといいですよね例えばうちは2時間45分やりますよなのか2時間半なのかそれとも1時間半なのか、まあ、そういうことは細かく書いてありますからねその辺チェックをしていただければいいと思いますただしね3時間以上やりますとかないですというのはそのチケットが3時間マックスだからなんですよ、まあ、3時間以上、ね、やってはいけないから、まあ、3時間 にになななる前に出けければいけないって、まあ、そういうチケットであのガイドたちは中を案内しているんですね。けどねあのせっかくルーブル来てあの巨大な美術館なんだからそこにもう私は一日いたいんだと、まあ、そういう方いらっしゃるかもしれないがそういう方は個人で入るか個人はそういう時間の制限ありませんから一回入って外に出なければ中にずっといることができる。 あるいはこういうツアーに参加して3時間経ちましたガイドと一緒に1回外出ますもう1回自分でチケットを買い直して入るっていう <laughs> まあそういうことが必要になるわけですね。はい、まあ、ガイドと一緒にね3時間見たら相当疲れますんでねその後個人で回るって結構スタミナいりますけども。 まあそういうのはね、やりたい方は、もう一回自分でチケットを買い直して入る。まあ、あるいはね、例えばツアーが9時から12時までですっていうふうに決まっていれば、12時、その日の12時からのチケットをも買っておけば、それはね、並ばずに入ることがまたできますんで、そういうのも一つありかなと思いますね。はい。で、次は自由度ですね。で、ガイドとまるとですね、やっぱガイドは、 いかに有名な作品を効率よく回ろうかということを自分で考えていますんで、もうルートが決まってるんですよ。で、最後こういうことを話したいから、その前にこの作品を見といて、こういう話をしておこうっていうところまでやっぱ決めてるんですよね。もちろん当日お客様にお会いして、で、そのお客様の意見とか聞いてね、あ、じゃあ、あの、こういうのが好きそうだから、じゃあこういうところもちょっと回ってみようかなっていう、変えるときありますよ。変えるときあるんだけども、やっぱね、基本的に、 行くところっていうのはやっぱ決まっってるんですよやっぱモナ・リザ見なきゃいけないしミロのヴィーナス見なきゃいけないしってい、ね、やっぱりありますんでそうするとこういうルートを通るしかない。うん、でこういうのを見たいんだったらじゃあいつもはここ通ってるんだけど違うところを通るかっていうことはできるんだけども基本的なルートっていうのはやっぱ通らないといけないのであの有名作品をねその短時間で見るためにはそうするとやっぱりあのー、ダイジェストで見る場合はですね、まあ、ツアーで参加する場合大体有名作品のダイジェストになるんですけども 同じよようなところを通るわけですよそうするとあの非常にマニアックでねあの有名じゃないこの作品これ絶対見たいとむしろこの作品を見るためにフランス来たんだっていう方はねもしかしたらガイドが説明する作品にその自分が見たい作品は入っていないかもしれないですねうんだまあそういう意味で、まあ、自分が見たい作品が決まっていてそれがマニアック、まあ、マイナーな作品であればあるほどもしかしたら ツアーに入ってしまうと満足度が低いのかもしれないですね。まあその辺はあると。で最後にやっぱりガイドさんも人間なんでガイドとフィーリングが合わない可能性があると <laughs> いうことなんですよね。この人知識はあるしあのいい人だろういい人なんだけどもなんか好きになれないと。やっぱね、そういう人はやいますよ人間だから。うん ね、そういう人に当たってしまうと、まあ、ツアーって結構悲劇でしかなくてせっかく楽しみにしててせっかくここまで来たのになんかこの人のいい話し方いけつかないなとかこの人の態度嫌だなと思ってしまったら、まあ、集中できないですよね <laughs> まあそういう時ってもうクレームになってしまうんだけどもまあね、あのーまあ、フィーリング合わないと面白くないということはもうしょうがないですよただ逆にねフィーリング合うっていう可能性だってありますから そうすると今まで美術って全く興味なかったんだけども美術って見るの本当に面白いですね。このツアーが終わった後ちょっと自分で勉強しようかなと思いましたって、まあ、そんな風にに言ってくださる方もたまにいらっしゃるんですけどもやっぱそういうふうな出会いがあるとやってるガイドはもちろん嬉しいしやっぱりそういう出会えたお客様も嬉しいと思ってくれてるんじゃないかなというのがあります。 やっぱり自分でね回ってオーディオガイドなんかもありますからねそういうのを聞いて回るっていうのもいいんだけども、まあ、現地で、まあ、プロとしてやってるガイドとの出会いっていうのもやっぱそこにはあるわけなんですねだからまあそういうの、まあ、フィーリングが合わないっていう可能性も <laughs> あるんだけどもいい出会いができるっていう可能性もありますんでね、まあ、その辺はメリットであまりデメリットでもあるといったところでしょうかはい はい、ルーブルツアーをやっている会社はいろいろあります。有名なところではミキトラベルっていう会社のミューっていうのがありますし、あるいは大きあの同じぐらい大きなところでマイバスっていうのもあります、はい。概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味のある方はそこからツアーなど申し込むことができますので参考にしてください,、はい。というわけで今回はこれぐらいにしようと思います。これからルーブルに行こうと思っている方の参考になったら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。